本日は八重洲の会場に約80名の方がお集まりいただきました。これから第二次皇室圏対策特別セミナーナンバー2を開始いたします。皆さんこんにちは。それではこれより2016年度通訳案内試験第2次皇位試験対策特別セミナーナンバー2を開始したいと思います。お手元の資料の1ページ目を開けてください。でここにはパターン対処法で合格するための風林火山ということで、まず最初に本セミナーの目的なんですが、本セミナーの目的は下記のような第二次皇位試験受験者の方を対象にプレゼンテーションの問題に対する準備対処法を示すことですということで、前回のセミナーで申しましたけども、逐次通訳については予想ということも難しい。で実際逐次通訳とプレゼンテーションの内容についてはオーバーラップしていることもございます。13年には浮世絵がこう、ダブりまして、から昨年、15年には忍者が通訳の方とプレゼンテーションが、しかもこれが同じ時間帯で、出されたと、こんな経緯もございますので、今回といいますか、プレゼンテーション対策ということで、させていただきます。1番、そもそも外国を話すことに慣れていないまたは苦手な方。第2次皇位試験に必要される外国語や文が頭にインプットされていない方。準備のために多くの時間を取ることができない方。この全てに当てはまる方は手を挙げてください。ありがとうございます。で基本的なまず考え方なんですが、話せば話すほど危険である、墓穴を掘るというリスク管理の考え方に基づく。リスク管理、ちょっと下線を引いてください。リスクマネージメント、英語ではいいんですけども、これはどういうところから来たかというと、私自身が英検の一級であるとかガイド試験とか、受けるときにですね、やはりそれほど英語を話すことが得意ではない、海外で留学したとか生活したという経験が全くありません。でそれで、この英語の仕事を40年以上やってずうずうしいんですけども、苦手ならば苦手なりに対応策はないだろうかという発想を常に持っていました。で先週は英検の一級について、パブリックスピーチの時に、話す自信がないので、その3年前に行ったヨーロッパ旅行について話そうということで、ヨーロッパ旅行についてずっと練習をしていて、でどんな題が出ても、これを説明するという、そういうご説明をいたしました。それもリスクマネジメントの考え方に基づくわけですけども、それでは話せば話すほど、なぜ危険なのかと具体的に申しますと、話せば話すほど途中で詰まったり文法的な間違いをしてしまう可能性が出てくる。これご理解いただければと思いますね。英語は母国語の方は別です。多くの方ですけども、話せば話すほど試験官に質問の材料を与えることになる。でこれがプラスに働くこともあれば、マイナスに働くこともあるだろうと。プラスに働くということはどういうことかといえば、ご自分の、得意な分野にですね、試験官を誘導尋問すると。例えばご自分が、歌舞伎がとても好きで歌舞伎に詳しいと、どんな質問をされても、
英語で、まあ、外国語できちんと答えられるのであればですね、まあ、逆に、歌舞伎の質問をしてちょうだいというオーラを持って、お話をするという、そういう作戦も あるわけです。ただ、緊張する試験の会場でですね、心に余裕がないと皆さんの話は壊れたカーナビの車のようにどこに行くかわからないという危険性もあるわけですよね。そうすると、とんでもないところに行ってしまって、そのあたりのことを題材にして材料にされて試験官から質問を受けてしまうと、立ち往生しなくなるということも想定されます。しかし話さなければ合格できない、ここが二律背反なんですね。話しちゃいけない、話さなければ合格できない、この二律背反じゃないですかね。じゃあどうするかと、ということはどういうことかというと、話すことが苦手な受験者には事前に用意したことを話すしか救いはない、救いはない、くるっと大きな丸。今日は皆さんは救いを求めて教祖のもとに駆けつけていただいたわけでございます、ね、大きな藁を今日は、持ってお帰りいただきたいということで、まあ、事前にこう用意すると、まあどうするかといえば、当然、必要なことを、まあ、できればなるべく必要最小限のことを頭にインプットしておくと、まあ、いうことだと思いますけども、まあ、それを暗記しておくと、ある程度暗記しておくと。でその次にパターン対処法ということで、先週こちらの会場で5名の合格者の、昨年の合格者の方に、合格体験談をお話をいただきまして、で、北川久子さん、とてもユニークな、プレゼンテーションをしていただきまして、私は、びっくりいたしました。まあ、一応私の方である程度の対策をお話しさせていただいたんですけど、それを凌駕するパターン対処法ということで、今日は特別に大変お忙しい方なんですけども、ご用意をいただきまして、こちら の資料も2晩3晩徹夜で、北川さんご用意いただいたということでございます。でこのあたりをきちんと今日はお話をいただきまして、これをファーストハンドで聞いていただいてですね、であと2週間合格できる、そういう準備対処法を身につけていただきたいと、こういうことでございます。ですなわち、まあ、どのようなテーマが与えられても、事前に用意した一定のパターンに沿って話すという、まあ、戦略戦術、これくるくるっと戦略戦術、北川さんのお話を聞いて、それから今回のこの資料を私拝見して、北川さんは優れて戦略的思考の持ち主だなということを痛感いたしまして、実は私も、兵法であるとか、戦法であるとか、そういうことにとても興味がありまして、一つの愛読書は作戦用具例という、旧日本軍の、まあ、将校たちが、まあ、勉強させられたものっていうのを、私は経営をするときに常に見ながら、会社の経営をしていたのでございます。それから孫子の兵法とか、あとは西洋のまたこう兵法戦法というようなものに興味があります。
やはり何かをこう、成し遂げるという時にやはり、先人たちはいろいろな知恵を絞って、考えてきたと。孫子の兵法に至っては今から2600年前ですね、中国でそのこう、孫子という方、英語で言いますとですね、孫子がこう編み出したと言われている兵法なんですけども、そういうものをやはり戦略的な思考というものがものを持ってですね対応するのか、あるいはそういうものがなしで対応するのかで天と地の差が出てくるだろうと。先ほど申しましたけども、カーナビがなくて、いくらフェラーリに乗っていても確かにスピードが出るかも分かりません、どこに行くか分かりません、事故を起こすかも分かりません、そういうことなんですね、はい、で戦略というのは何かというと、目に見えない対極的な計画、ちょっとこれ下線を引いてください。目に見えない対極、まあ分かりやすく言いますとね、結構これ戦略と戦術ってこれだけの一冊の本があるくらいですけども、パターン対処法で用意周到に臨むのか、まあ、簡単に言えばですよ、あるいは行き当たりばったりの出たとこ勝負で臨むのか、これでは天と地の差があることは明らかであります。しからば戦術とは何か、目に見える具体的な武器や人の行動、はい、これ合戦に来てください。こちらは目に見えるんですね。三百戦は戦略を成功させるための有力な武器、はい、これ合戦、あくまでも武器なんです、ね、戦略じゃない、戦術の武器なんです。しかし、ただし戦略を 伴わない武器は無力で、無力狂ってもある。で300戦を手に入れていただいても、戦略というものがなければ、これを全て丸暗記しても無力なんです。意味はないとは言いません、意味はないとは言いませんけども、戦いの道具にはならないということです。よろしいですか。次に、パターン対処法で合格するための風林火山、この風林火山も元はというと孫子の兵法から来てるんですけども、3つのテーマが与えられたらできるだけ早くテーマを決定せよ、一応30秒、時間が与えられるんですけども、できれば5秒、できれば、遅くても10秒、早きことを風のごとし、私が英検の1級の時に、当時は1分間考えている、でプライベートな題とパブリックな題で The Importance of Learning English というのと My Hometown というのが与えられました。で私はヨーロッパの海外旅行の話なので、英語を話す重要性の方がぴったりくるので、もうこれはもうほとんど躊躇、パッと見て、2、3秒でThe Importance of Learning English に決めた。そうすると1分間まるまる私の用意したヨーロッパ旅行のプレゼンテーションとこれをどうやってくっつけるかと、こういうことになって余裕はできるじゃないですか。 ですから3つ題が与えられて、それはじっくりと考える時間帯わけですよ、30秒ですから。ですからなるべく早く決めると。で今日も今日はカードでなくて同じ紙に3台書いたペーパーをお渡ししますので、できるだけ早く、選んでいただいてですね、で30秒後に話し始めていただくということをしていただきたいと思います。プレゼンテーションは自分のペースで落ち着いて話せ、自分のペースで稼い、落ち着いて話せ、稼い、静かなることを林のことし、林って静かなのかと最初読んだ時に思ったんです。これどういうことかというと、敵に悟られることのないようにじっとしていないといけないという場面が、戦場ではあるわけですね。そのことをこう静かなることを林の落としというふうに言うんですけども、落ち着いて自分のペースで、行うと、
いうこと。3番目、パターンの流れで突然話の内容を変えるときは一切の躊躇なく突き進め、一切の躊躇なく突き進め、これ下線ですね。侵略すること非のことした。こういう時に躊躇があると試験官もそれを感じ取るんです。そういう感じ取らせる必要ない。もう自分のペースでいいですか？行くしかないんですから。それ以上、それ以外に皆さんには道はないんです。だからそこは胸を張って堂々と突き進むと。侵略すること非のことです。よろしいでしょうか。4番、事前に準備してやる。どのパターンで話すかを決め、全体の構成を考えよう。これについては今日、北川さんの方からじっくりとお話があるわけですけど、パターンについては。一旦決めた構成は、最後まで貫徹し、途中でフラフラするな。と、こう下線ですね。途中でフラフラする。動かざることを山のごとした。いいですか。方針が決まったらフラフラするな。で、自分のペースで進めと。場合によれば火のごとく進めと。まあ、こういうことでございます。次のページどうぞ。合格必勝、原則ということで、下記を毎日見て心を整えて、ここをくるっと回してください。心を整えて準備することが大切です。皆さんの心がけというものは8分、まあ時間は10分試験上動くんですけども、入るのに1分、出てくのに1分、勝負8分です。この8分が勝負。それは皆さんが試験場の教室というかドアを開けて入った時からもうすでに試験は始まっていると考えてください。いいですか？皆さんの声の調子、試験官にちゃんと聞こえるように話しているかどうか、これも当然採点の対象になると考えていただいて結構でございます。いいですか。だからその心を整えていくのかと、それとも不十分でいくのかと、もうその段階で、まあ、勝負は決まるということかもわかりません。宮本武蔵が巌流島で佐々木小次郎と戦った時に、彼はわざと遅れてきました。船で行ったと言われてますけど、なぜか小次郎をイライラさせるためと。小次郎の方は待ってるわけですね。長い門、刀も物差し、物干し竿と言われてますけどね。どうしたんだな、ね、武蔵遅いじゃない。でこう悠然と武蔵は、そして船をつけた場所がどういう場所かと、太陽を背に受けるところに彼は位置すると、そのことも計算をして彼は船で行ったと思われます。つまり戦う時に小次郎の方は眩しいわけですよ。いいですか。武蔵は後ろの方から太陽が刺してますから眩しくないと。でイライラして眩しい小次郎と、いいですか、ゆったりとしていって、太陽を背に受けた武蔵、もうこの段階でどちらが戦略的に勝ってるかと。勝負というのはそういうものなんです。いいですか。いいですか。これから試験までは全てに優先して受験準備に精励すること、全てに優先、これくるっと回る。もう会社休んでもいいです、この1週間。
明日から風邪をひいてください。いいですか。皆さん ずいぶんもう頑張って貢献してるじゃないですか、会社とか組織に、ね、皆さんのことを会社はどれだけ思ってるんですか、ね、もう使えなくなったらボロ雑巾のように捨てられます。それは一部上場の役員でも同じなんですよ。日本の会社企業というのはそういうものです、組織というものは。いいですか。皆さんにとって皆さんの勤め先が大事なのか、ご自分の将来が大事なのか、よく考えてください。明日から休んでください。あるいは有給休暇のある方はね、まあ、試験の1週間前3日間でもいいじゃないですか。それでクビになったら、あ、ちょっと困るか。そこはいろいろ考えていただいて、ね、とか急に風邪をひいていただく。大体この試験の2日3日前に風邪ひく方多いんですね、全国的に。ね、私の生徒さんはね。受験のことは他人には一切言わないこと。秘めた投資、これくるっと回る。ペラペラ喋るとそれは自分に跳ね返ってくる。心の反作用というものがあると思います、ね、で友達に話をして来週受けるのよ、ね、そうすると今度はそれが皆さん潜在意識に入って、ね、不合格になったらどうしよう、あの人にどういう言い訳しようかっていう余計な心のこう負担というか、そういうものが当然入ってくるはずなんですよ。そういうものはない方がいいんです、ない方がいいんです。もう言ってしまったらもうしょうがない、ね、それはそれで、こうだから今から言わないこと、今から言わないこと、いいですか。で有給休暇取るときも、ね、会社の同僚に仲のいい人に実は言わないんです。それはかうえって言ってアクション、それで休むからそれでいいんです。余計なこと言わない、ね、だからその敵を欺く前に味方を欺く。だから奥さんとか、お子さんとか、いやうえお父さん具合悪いみたいな言わないで、お父さん試験大丈夫って、うえあなんか急に治った、その家に急に治ってください。敵を、ね、欺く前に家族を欺く。そのくらいのことができなくてどうするんですか。そのくらいのことができなくて東京都知事が務まりますか。あの方ね、喧嘩好きなんですって。どういうタイプの方が好きですかってテレビ番組を見たんですね。喧嘩が強い人が好きだ、一回対談したいなと。北川さんと僕とね、小池さんで一回対談して、昨日北川さんにそういうメールを送ったんですよ。ですね、これなんかです。まあいいや。自分の実力が 100% 発揮できればそれでよしと考える。これ稼ぐんですね。そこ大事なんです。だから 120% 出たら同じですよ。ちょっと緊張しやすい方はね、まあこう緊張するなって言っても難しいかもわかんないですけども、そういった場合、まあ、70%、80% でもまあ OK かもわかんない。でもできれば 100% 出したいじゃないですか。 100% 出たら大丈夫、 OK だと言って、それで不合格なら不合格でいいじゃないですか。正当な評価ですよ。そうでしょ。だから 100% でいいんだと、それをやる、それだけ考えない、他のこと考えちゃいけない。だからそこで最後に出てくるのは、人事を尽くして天命を待つという言葉があるんですよ。これは僕は資源だと思いますね。理想の心境ですよ。私が昔ハローやってた時に、ハローの生徒さんに激文というハガキを毎年送ってる。そこに何てか僕の鉢巻きハッピーの写真と同時に、ね、人事を尽くして天命を待つというのをずっと送っていた。生徒さん4000人ぐらいの方にね、毎年送ってました、はい。試験には時の運もあり、相手方官公庁の都合もあるので、最悪の可能性というのは何かというと、不合格を事前に受け入れておくこと。
これとても大事なんです。試験だから、まあ、当日何があるか分かんないし、観光庁の方のいろんな、ね、都合もあるかも分かんない。だから皆さんが決めるんじゃないんですね、合否は。あちらが決めるんですよ。で、皆さんも当日のパフォーマンスが、ね、それは必ずしもうまくいくとは限らない、ね、予想に反してうまくいっちゃったということもあるかも分かります。だから最悪それは不合格ということもあり得るわけじゃないですか。それを最初に受け入れておくんです。最初にそれをもう受け入れておくんです。いいですか。ここが大事なんですよ、ね、だから一番いけないのは不合格になったらどうしよう、こんな風に思うことが一番無意味なんです。だから他の方には話さない方がいいですよ。秘めた思いです。秘めた思い、これでいきましょうよ、はい、次、合格主張12原則。試験官とは談笑するような気持ちで、談笑くるっと丸。試験官も、まあ、日当いくらもらってるか分かりませんけども、朝9時に集合します、ね、9時から9時半までブリーフィングがあります、まあ、昭和女子で大体80名ぐらいの、まあ、日本人の方と、ね、外国人の方が、で一応日本語であの JNTO さんの、ね、係員が説明をするそうですけども、まあ、ここでまあ一昨年 80% 合格出すように採点してくださいと、ね、ギリギリの方はその方の将来を考えて合格させてください。ちょっと意味わかんないですけどね、あの将来考えてね、まあ、いずれにしてもで9時半に終わって試験は10時から始まるんです。よろしいですか。で朝10時から遅い時は7時、午後の7時ぐらいまで、まあ、最終一応4時半から始まるんですけども、人数が膨らみますと今年は過去最高の人数、まあ、1次試験に合格してますので、かなり遅くなる可能性もあるかも。この中で4時半の方出るんです。4時半の方、はい、それ以降の時間の方いらっしゃいますか。5時とか5時半とかいらっしゃらない。4時半の方がさ、その方はね、午前中の11時半ぐらいから受験速報というか受けた方の情報僕の全部来ますので、スマホと携帯で全部チェックできます。僕秒単位でアップします。ですか。だから4時半の方は終わってから僕にちゃんと報告するんですよ。だから得しちゃったみたいなね。で10時スタートの方は、あ、今日損するんだ。そういうね、小さな心ではダメなんです。銀河系の広い心でいいですか。それは必ず皆さんに得を与え、天は見てるんです。天は見てるんです、ね、そうするとギリギリの時は天が助けてくれるんです。いいですか。間違いない、ね、僕が天に頼んどきます。お前頼んでどうなんだって競争ですから。よしですか。今日初めて来た方は手を挙げてください。今日上山に初めて会ったってこと。そうですか。まあ、若干違和感を感じることも多々あるかもわかりませんけどもすぐ慣れますので、よろしいですか。で、ね、2、30分で慣れていきます、ね、こいつおかしいな。おかしいんですよ。普通じゃないんですよ。よろしいですか、はい、次、大きな声で、大きな声くるっと丸。さっきここにね、マイクの前に立っていただいて、ちょっと小さい方おられて、これ、歌のオーディションで大きな声で歌わないと同じ。昔フラッシュダンスっていう映画ありましたよね、ダンス映画です。あの時に踊らないということと同じじゃないですか。だから踊らなくてどうするんですか。歌わなくてどうするんですか。間違えても大きな声で間違えたらいいんですよ。いいですか。これも基本中の基本です。だから私今例えばマイクのこの距離というものを皆さんにきちんと後ろの方までというかきちんと聞こえるかどうかっていう非常にこう気にしながら話しているというの分かりますか。こういう気持ちがあるのとないのとは出てくるじゃないですか。
大きな声というのは基本なんです、はい、次、笑顔で対応する、笑顔くるっと丸、まあ、鏡を見てね、ちょっと練習をしていただくのもいいかもわかりません。よろしいですか、はい。もともと怖い顔の方、まあ、1週間2週間で若干の改善もあるかもわかりません。よろしいですか、ね、はい。もともと笑顔の方はね、それはそれで磨きをかけてください。通訳ガイドの立場ではまずこれ稼いない。これ二次試験の会場で試験官が最初にこのことを言う組もあれば言わない組、一応言えっていうふうには言われてると僕思うんですけどね、ブリーフィングの時に、まあ、言わない方もいい、まあ、何回もずっとやってるとなんか言わない、一応そういうガイドの立場で答えるんです。いいですか。だから私はそのことを知らなかったんですけども、自分で受けた時に1975年、もう今から何年前、もう40年ぐらい前、そういうつもりがあったんです。だから僕は聞かれたのがね、What is package とは、パッケージとは何ですかって聞かれたんですね。 It is a kind of to which include transportation and hotel reservations. It is very convenient for those foreign tourists who come to Japan for the first time というふうに答え、今でも覚えてるね。だからその時にはガイド、日本のガイドの立場だから、海外から来る観光客の方にとてもコンビニエントですねという答えが即座に出る。それは日本のガイドとして答えようという心構えがあったからです。それがなければね、パッケージツアー説明書、Oh yes とか言ってね、Oh I used the JTB ね、When I visited Hawaii, it was very enjoyable. I danced on the Waikiki beach. That's all. そうなっちゃうじゃないですか。でパッケージ、あ、この間行ったんだよね。ね、JTB でハワイ。それは方向が違う。方向が。いいですか。皆さん行ったパッケージツアーについて言ってないんですよ。だから今日も皆さんに私は資料をお持ちしましたね、パッケージツアーの。だからそれを皆さんが実際にガイドする、あ、どんなとこ行く、東京はどんなとこ行くのかなと、ね、富士箱根ってどんなのかなとかね、京都大阪とかそれで見てください。そこに出てくる単語とかエクスプレッションなんかで参考になるものはノートに書いて、まあ、参考にしていただきたいということでございます。逐次通訳は日本語が読み終わってから5秒10秒後に話し始める。5秒10秒これくるっと回る。なぜかメモを取っていいということになってるんですね。で今日ちゃんとメモ用紙をそちらに筆記用具をご用意しております。だからメモというのはいいですか、試験官が読み上げて後追いになるじゃないですか。メモ先に書く、同時に書くと無理ですよ。そうすると、まあ、まあ5秒ぐらい後から話し始めてもまあ別にいいのかな。だってメモ取っていいって言ってるんですからね。だから僕はまあできるだけ5秒でも10秒でもちょっと考える時間があったらいいかなっていうことでこういうふうに指導をしていたんですけども、先週の合格者の北川さんでしたっけ、すぐに話し始めろというふうに日本人のねガイドさんの試験官がすぐに言ってたというあれがありまして、だからこれはまあ、そういう場合もあると、いいですか、そういう場合もある。ただ言わなければ別に5秒ぐらいタイムラグがあってもそれも全然問題ないかなと、そういうふうにお考えください。6番目、プレゼンテーションはテーマを与えられてから30秒準備して話し始める。一応は30秒という時間が与えられている。そして2分間のプレゼンテーションをするようになっています。プレゼンテーションの長さは1分30秒から1分45秒。30と45、くるくるっと回してください。で下の中央をご覧いただきますと、2015年
度では1分間程度のプレゼンで合格したり、1分間くるっと丸で合格くるっと丸しかせた。これそんなに厳密じゃないんです。あのスケートのあのトーナメントなんかですとね、あの時間があのかなりあれ限定してるんじゃないですか。2分半とか3分とか、その中にどういう演技を入れないといけないということがこう決められていますけども、このあの通夜関連試験そんなあの厳密さないんです。ですから1分間で終わっちゃったんです。いいですか。あ、このそれで合格しちゃったらね、話せば話すほど危険だと、ね、1分で終わる省エネですよね。まあ1分半で十分です。1分半で十分です、ね、絶対に2分を超えるようなことはしないでください。無意味です。で規定違反であるし、いいですか、間違いを犯す可能性がどん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 増えていくということになるじゃないですか。自ら不利な選択はする必要はないじゃないですか。8番、話せば話すほど危険である、話しない。9番、英作文よりも英釈文、釈という字借りるくるっと丸、自分で作文しないこと。だって皆さん話すのが苦手じゃないですか。作文してどうするんですか。間違えるだけじゃないですか。借りてくるんです。借りてくるんです。300選から借りてくるんです、ね、いいですか。あと私の方の教材でも例文いっぱい出してますよね。そこを英釈文してください。短文 S くるっと丸 V で説明する。これ公式の国家試験なんです。ですから主語と動詞、大体ヨーロッパ言語、まあ中国語でもウォウォウォシっていうアイアムね、ジュスギイヒビン、スペイン語はあの主語を訳すことが多いんですが、でもヨとかイジョというね主語ちゃんとあるじゃないですか。だから必ず S と V はつけていただきたい。日本語はこう、まあ、しばしばこう主語を訳すということが多いんですけども、そうしないとぶっきらぼうになる場合、What is your name? 太郎山田ふん別に皆さんはエリカさんじゃないんです。今でも言われるんですね、エリカさんね。ホヤというより、インヨコハマ、ふーん、別に。一応、アイアムね、アイアム太郎山田。マイネームイズ、太郎山、ジュマペール、太郎山田、言ってください。ね、いいですか。アイリブイン。ね、ジャビティア東京、ね、ウォーシーラオシー、ちゃんと S と V は言っていただきたい、ね、はい、沈黙してしまったらそれで終わり、終わりくるっと回る。終わらないために、ね、パターン対処法を今日勉強するんですか、ね、黙ってしまったらアウトの、ね、黙ってしまった、まあ、アサイドフロムとかそういうのを去年から私も提唱してるんですけども、それをはるかに超える今日は素晴らしい兵法を勉強できるんです。12番、最後の最後まで熱意とやる気くるくるっと丸、熱意やる気くるっとくるっと丸、もう英語でダメだ、外国で勝負できなかった、あと皆さんに何が残ってるのか、もう熱意とやる気だけです。もうこれで勝負、勝負になるんか、まあ、なる場合もある。それ先週 の私のね、あれ見ていただくと、僕が免許を取った時の話やるんですけども、そういった時は熱意と。で、受験直後のお願い、逐次通訳とプレゼンテーション内容を携帯スマホですぐに書き宛てに報告してください。もう秒単位でクラップします。だから10時半、
10時の方もね、ぜひご協力をお願いして、で午後受ける方、ね、これをもうずっと見て、大体去年1日で1万5000か2万ぐらいのアクセスがありましたかね。でこれで問題が一挙に72台になっちゃったんです、多分。っていうのはこれ全部 JLTO 観光庁の方に誰かがやっぱり言ってるんですね。余計なこと言わなくていいこと、なんかハローで全部出してますよみたいなね、なんか少女時代でダダ漏れるみたいなこれとかみんなもうよくご存知なんですね。じゃあダダ漏れしても大丈夫、向こうも保険をかけた、保険をかけた、ね、ちょっと僕申し訳ないなと、僕は黙ってればね、ずっと黙ってたら、黙って札幌ビールの飲んでたらですよ、ずっとダダ漏れこっそり聞けたかも分かりませんけども、まあ、受験生の皆さんに私は全部報告してますので、まあ、そういうことでございます。はい、それでは私の方のお話は、一応ここまでにいたします。のご清聴ありがとうございました。それでは引き続きまして、北川久子さんの方から、お話をしていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。皆様こんにちは。今日は本当に八重洲の会場に来ていただいて本当にありがとうございます。今日はハロー通訳アカデミーの公式 のセミナーなんですけども、すごい上山先生は模擬試験と最初のこの冒頭のセミナーだけで、ほとんど私の、まあ、戦術の ご伝授というか、そういった私が話す時間が多いんですけれども、少しでも皆様 の合格率を上げたいので、ぜひ一緒に頑張りましょうということで、始めていきたいんですけれども、試験時間なんですけど、あと実質10分しかないです。でその10分、まあ、ないし8分ですね、先ほど先生おっしゃった通り、それで、この国家試験が終わります。で結論が出ます。で皆さんはここまで、私もそうだったんですけど、ものすごい不安とか、もうお金時間全部かけてこられたと思うんです。一次試験が、ね、免除がちょっと最近免除規定が多くなりましたので、受かられた、もうそんなに、ね、苦労しなくてもここまで来ちゃいましたという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、やっぱり二次免除というのはないと思うので、すごいプレッシャーもかかっていると思いますし、これから時間かけられると思います。でその10分の中で、まあ、勝負決まるんですけれども、まあ、当日何しに行くのかというところですよね。その300選すごい一生懸命覚えて、でも出るかもわからない300選の中から出ろって念じながら行って、試験会場で全然出なくって、で300選のフレーズ言おうと思ってたのに言えなかったとか、そういうことになるのが、まあ、そもそも300選を言おうと思いながら試験会場に行くの間違ってるというか、ちょっとなんかちょっと機械的というか、日本の魅力をお客様に伝えるための仕事、民間外交官の国家試験なのに300選って言いながら試験会場行くのおかしくないですかと思いながら、私は去年試験準備したんですけれども、パターン化っていうのはそういう300選覚えなきゃ覚えなきゃとか、すごい皆さんの、ね、悲痛な声いただいたんですよ。先週のセミナー終わってからもうどうしたらいいかわからない、助けてくださいとか、覚えられないどうしようって聞いたんですけど、パターン化っていうのはもう本当にこんなこと言ったらあれですけど、肩の力を抜いたり頭のネジをだいぶこう抜いたようなポワーンとした感じじゃないと結構出てこないと思います。パターンに結びつけて絶対にプレゼンが終わるようにするので、その結びつけのところに行くのには結構頭ポワーンとしたりとか、もう一人でマジカルバナナやるような感じですよ。マジカルバナナ
あの三脈線を言って完璧なプレゼンにするのではなくて、結びつけを行うことによって、全体としてまとまりのあるあのプレゼンにするという方法ですね。で、あの私その昨年ですね、9月のセミナーですねにあのまず参加させていただいて、あの1のセミナーですね、昨年2015年その時に、この二次試験のテーマは外国人の、外国人観光客の、訪日旅行であって、テーマはそれであると。でそれに関するトピックなので、例えばあの明治維新のこと聞かれたとしても、明治維新のことだけずっとこう歴史的な観点をあの述べるとか、日本の地形、日本の気候でもどこどこ気候帯にありましてとか、そういう話をするのではなくって、外国人の旅行、外国人のお客様の旅行に関するプレゼンをしなきゃいけないということをまず一つ目のセミナーで学びました。それ でそこから、時間が経って、あの、まあ、2次合格しましたってあったんですけど、じゃあそういうテーマに沿って話せばいいんだっていうことは分かったけど、まあ私知識もないし、あの別の資格とちょっと並行してやってたもんですから、この三脈線もあのそんなに覚えれてないなと思って困ってて、で2次受かった後にすごいたくさんの日本に関するあの英語で出てる本とかありますよね。それをもう20冊ぐらい買って、あのもうすごい知識を埋めようとしたんですよ。で埋めようとしたんですけど、あのその2次の合格、2次、あ1次の合格発表ですね終わってから、昨年の2の、セミナーに参加させていただいて、そこであの合格体験記をあの聞かせていただいて、でその時に、私は何が出るかわからない試験なんだから連想するしかないっていうふうに思ったんですね。で連想するということは、まあ、意外といろんな切り口で考えないと、そういった連想を駆使してプレゼンを組み立てることはできないと。でなおかつそのプレゼンがたとえ不完全なものであっても、将来を感じさせるプレゼンができれば受かるんじゃないかと思いました。あの重要なのはあの将来を感じさせるプレゼンですので、あの皆様の正確性とか暗記とかそういったあの概念はちょっと捨てていただいて、あの肩の力を抜いてちょっと楽しくあの考えていただければいいかと思います。残り2週間くらいしかないと思うので、はい、じゃあすいません、ちょっと前置きが長くなったんですけど、そういったあの風に考えてパターン化っていうのは私の中で生まれたんですが、まず、3ページの1番目からいきたいと思います。でパターン化とは何かというと、縦横無尽のプレゼンテーション作成に挑む方法である。構えあって構えなし、まあ、型はあるんだけれども、どんなものが飛んできても、絶対に、切ってやるみたいな、戦術ですね。で、2015年第2次口述試験対策特別セミナー1、あこれがあの先ほど申し上げたものなんですけれども、テーマは外国人の訪日旅行、それに関する各トピックが出題される。ただ、昔は結構定番のテーマですね、歌舞伎とかあと神社とかですかね、なんかそういう、まあ、定番な三脈線にはよくあるようなテーマが出てたんですけど、あの皆様昨年の過去も見ていただければ分かると思うんですが、一万円札に書かれた人物とか、なんですかね、ハロウィンとか、まあ、忍者とかゴールデンルートとか、すごいいろんな分野から出題されて、それを外国人の訪日旅行をテーマとしたプレゼンにその場でしなきゃいけないっていうことなんですよ、この試験は。ただ、まあ、何が出たいかわからないと。で、すごい困ってらっしゃるとか、あの、まあ、ちょっと戦術がわからないという方は、まあ、三脈線暗記されることが多いと思うんですね。何したらいいかわからないか、これ 丸暗記決定版って書いてある。決定版だから最小の時間で最大の効果を生む、合格者数、合格率全国第一のハロー受験ノウハウの結晶ってあるので、これさえやればと思ってこれをやられるんですけど、これは、本番出題される可能性のある無限のトピックのうち300しかありません。それを暗記したいとしていると。で三脈線のトピックのみで質と量ともにに揃ったプレゼンができる確率っていうのは無限分の300以上に少ないと私は思いました。で受験生がその対策の時に私が思ってたことなんですけど、三脈線いないトピックが出たら何を話したらいいのか分からない、あと三脈線が出たとしても一文しか覚えてないから
膨らまないし、その場でプレゼン作れって言われても作れない。あと3つとも全然わかんないトピックが出たらどうしたらいいのとか、もう緊張しちゃって何もできなくて時間切れになって落ちちゃったらどうしようとか、詰まっちゃったらどうしたらいいのとか、そういうことを考えました。ただ合格するためには絶対にどんなトピックが来てもできなきゃいけないんだと思って、私は、連想ヒント連想っていうことを、まあ、あの2次の合格者の方の話を聞いて考えました。で、目的、二次試験に受かる目的は300選を暗記することではないんですね。どんな手を使ってもいいから試験に絶対に合格することなんですね。試験官に OK を出させる、どんあの不正行為ダメですよ、不正行為ダメ、絶対賄賂とかするのダメですよ。でも試験官に OK と言わせる、その将来を感じさせる雰囲気をもう醸し出しまくりで、まあ、多少プレゼンはなんかすごい途中から話飛んだけどまあいいかみたいな、多分私そうだと思うんですよ、まあ、途中から飛んだけどなんか、なんかおもてなしとか言ってるしみたいな、そういう感じで試験官に絶対に OK を出させるプレゼンをすることが大事だと思います。で、そのじゃあ300選ってやんなくていいんですかって言うと、そういうことではなくて、あのプレゼンの中のでプレゼンを組み立てる時とか、プレゼンの、まあ、構成要素なんですね。プレゼンの中の事象を説明する強力なツールである、あの武器なんですよ。これ自体はプレゼンではないんです。プレゼンは自分で作んなきゃいけないんで、その中で使える、まあ、事象の説明だったり、まあ、ツールだったり、まあ、これをちょっと変えて言えちゃったりとかする。だから自分の言葉でもないし、もし300選を一言でも言ったら落とすって言われたら皆さん一生懸命考えるでしょう。一言で何か言ってくださいとか、鏡餅って何ですかって言われたら何か言われると思うんです。ここにいらっしゃる方は最低限英語は苦手と言いながらも話せると思いますので、できると思うんですね。で、まあ、ツールであるということで、まあ、丸暗記決定まで書いてあるからしないと受からないように思っちゃうんですけども、はい。で、まあ、300選を、まあ、暗唱する、まあ、私もシャドーイングでやってたんですけれども、試験対策2週間ですね。ただ、まあ、それは、まあ、刀を手入れするような感じですね。ちょっと日本刀とか書いてあって何なのと思う方いるかもしれないんですけれども、実践での刀の切れ味を良くする、まあ、自分から絞り出した英語じゃなくて300選の英語をプレゼンの中で使えば、もしかしたらネイティブの方も採点しますので、ちゃんとした英語を使ってるなって思ってもらえるかもしれないし、勝利の確率を上げる強い味方であるっていうような位置づけを してください。絶対これを全部暗記しない、もうこれさえ暗記すれば受かるんだ、でもできないどうしようって、そういうことで悩むのはちょっともったいないので、っていうか多分不合格の可能性が、英語もし本当に苦手、普段話せないって方がいらっしゃれば本当に、ちょっと不合格の可能性も出てくるのかなと思いますので、まあ分かりませんけど、はい。で、まず初めにというところで3ページ行きましたけども、で4ページで私このセミナー来始めてというか、去年の合格者の方も今年の参加者の方もおっしゃってるんですけど、スーパー高校生みたいに私は300選言えないから、スーパー高校生さんっていらっしゃるじゃないですか、ハローの、YouTube の動画で出てらっしゃる、300選を完璧に全部覚えてプレゼンを作ってらっしゃる方って、模擬面接の動画であるんですけども、人のようにできないから私はダメだっておっしゃる方がいらっしゃって、私それ去年のセミナー聞いてても なんでそんなこと思うんだろうって思ってたんですけど、スーパー高校生さんの300選、スーパー高校生さんは300選を全部覚えてプレゼンを組み立ててるんですね。私は300選は、まあ、そんなにやりましたよ、模擬面接の受験条件だからやったんですけども、それをあまり使わずというか、自分のそのパターン対処法っていうのを使って自分で作ったと。でその場合皆さんがあんな風にスーパー高校生さんのような300選を使ったプレゼンがしたいって言った場合と、私が自分なりに作ったパターン化っていう方法でどうプレゼンが変わってくるかっていうのをちょっとこの4ページのところに書いたんですね。でちょっと前ごめんなさい、私ちょっと青で書いてしまったんですけど後で書き直しますね。ちょっと説明するとですね、スーパー高校生さんのプレゼン、私勝手にちょっと後ろ4ページに書いてあることとほぼ同じこと書いてるので紙見ていただいてもいいんですけども、300選完全武装ですね。こちらは300選を駆使してプレゼンを作っているんです。
で彼のプレゼンの内容はどうなっているかというと、まずあのトピックが与えられてイントロを言っている、まあ、このトピックについて話します、特にこれこれについて話します、まあ、これは自分で言っている、でこれは結構言いやすい。でその後、ファクツですね、例えば脳というのはこういうものです、歌舞伎はこういうものです、人形浄瑠璃はこういうものですって完全な暗記なんですね。でここがメインのプレゼンになっていて、プラス付け足しって言っていて、あの自分で例えば脳を見たければどこどこに行けばいいですよとか、まあ、あの歌舞伎が見たければこういうとこ行ってくださいとか言って、外国人の人に対してあの的確な付け足しをしてるんですね。で付け足しをすることによって脳とか歌舞伎の舞台芸能の単なる説明ではなくって、外国人の訪日旅行に合致したあのテーマのあるプレゼンになっています。であのすごいのはその何ですかね、あのすごい、あの私プレゼンすごく引いて見させていただいたんですけど、もう目線の動きとかが、まあ、違うんですよ。あのもうすでにもう言うことが決まっていて、なんかそれをなんか読んでるような感じ、今その場で作ったような、今その場でもう構成しちゃうんですね。であのまた別のプレゼンを見せていただいたんですけれども、あの多少詰まったとしても絶対2分以内に収まるように、もうそのプレゼンの構成っていうのは体の中に入っていて、もうどんなお題が来ても300選を自由自在に使いながら、たとえ300選のテーマでなかったとしてもプレゼンを作り出すあのもう鍛錬っていうのができているんです。であの皆さんの事象だけ見てこの人すごいか私できないっていうんじゃなくて、この人も合格体験記を見ましたけども、まあ、かなりあの暗記に時間をかけてあの丁寧にあの対策をされてきた方ですので、私みたいに直前2週間でこの人みたいにっていうのは非現実的なので、あのこれはあの例えば何て言うんですかね、免許改伝のようなプレゼンです。であの動画を見て私こういうふうにできないから合格できないっていうふうには思わないでくださいっていうのが私の思いです。で、日本の舞台芸能っていう、例をさっきの資料で出させていただいたんですけれども、次です、私の北川式って勝手に言うと続けてますけど、パターン化を行うとどういうことになるかというと、まず、日本の舞台芸能について教えてくださいって言われて、私後であの資料で説明しますけれども、分かりました、では、脳について、彼は3つ、歌舞伎の人形浄瑠璃って言って特に3つ話しますって3つとも300選から出して話してるんですね。で私の場合はあもう脳ってあの舞台芸能って聞かれたらあの指定されない限り脳にするっていう風に自分決めてたんですよ、本当に。これはで脳にしますって言ってどうするかというと、まず1番目にファクツを言う、300選もしくは自分の言葉で300選丸暗記じゃなくてもいいから、まあ、脳は勉強してたけどもいいから、脳ってどういうものかっていうことを自分で言う。そしたら、その後パターンへの結びつけっていうのを行うんですけれども、脳だと私は世阿弥っていうあの有名な人を紹介したい、で世阿弥っていう人はあの脳の大成者なんだけれども、重するところなきを花と知るなりっていう言葉があって、日本の美学というか、まあ、精神論で物事はすでに変わっていくと、で、まあ、芸術もそういった、まあ、あの状況の変わり方っていうのに、まあ、合わせていかないといけない、まあ、進化しなきゃいけないっていうあの精神があるんだけれども、まあ、日本の四季があるようにそういったあのほとんど物事が変わっていくっていうことですね、あのそういったあの日本の美学があるということを言おうと思ってました。でそういった美学ものが変わっていくので、日本人はすごく出会いっていうものを大事にします。なので外国人のお客様が来られても日本人は出会いっていうのをすごい大切にしてサービスを提供します。あのこの流れはあとちゃんと書いてますからね、それはおもてなしと言いますと言って、おもてなしのパターンにもっていく、おもてなしのパターンからパターンを言ってから最後コンクルージョンの締めを言うんですけども、ここは言うことが決まってるんです。なので脳をと来たらなんとかそのおもてなしに結びつけを行って最後パターンに流し込めば最後はもう締めっていうこと決まってるから、あのそれでもうプレゼン作れちゃうじゃんっていうふうに思ったんですよ。であと違うのが、彼は脳歌舞伎人形浄瑠璃って3つとも同じ舞台芸能っていうあのプレゼンに入れてるんですけれども、私の場合は歌舞伎だとまた違うパターンに行きます。
パターンに買い物っていうのに行きます。買い物、え、買い物後で説明しますので。で、あと、人形浄瑠璃、人形浄瑠璃は、おすすめの観光地に飛びます。途中から結びつけをした後なので、同じようなカテゴリーのトピックでも舞台芸能って言ったら、この人みたいに能と歌舞伎と人形浄瑠璃言わなきゃいけないわ、じゃあ暗記しとかなきゃいけないわっていう風に考えるんじゃなくって、全部別々の説明をする。しかもでもその別々の先っていうのは途中から全部決められたことを言うので、特に最初の方の、まあ、暗記じゃなくてもいいし自分の言葉でもいいんですけど、まあ、ここさえ頑張れば、ファクツと結びつけさえ頑張れば、プレゼンは終わるというふうに考えてました。で、舞台芸能っていうのはすごい品質のテーマだと思うので、自分はそういうふうに作ってたんですけども、パターン化っていうのはこういうものが出たらこういうパターンに流し込むっていうふうに自分事前に決めておくものです。で、それを、詳しく説明しますのでということで、で、ここで免許改定の方の、プレゼンの作り方と私のプレゼンの作り方っていうこの違いをちょっと見ていただければいいかなと思います。資料に書いてますのでちょっと見にくいかもしれないんですけど、ちゃんと板書にも後でちゃんと書き直しますので、ちょっと、まあ、そういう流れになっているっていうことを、分かっていただければいいかなと思います。はい、じゃあちょっと紙の方に戻って、で、今言ったのが、4ページなんですけど、まあ、例えればですね、パターン化っていうのは、まあ、最近剣術を始めた人、とにかく目の前の敵を倒したくて仕方ない、で、突然自分専用に刀をカスタマイズしました、それがパターンです。で、一撃必殺の抜刀術でに目覚めるって言うんですけど、抜刀術って鞘にご覧知ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、鞘に抜いてこう構えたまま、構えて敵が来て、でここだっていう時にシュッて抜いて倒すんですよ。こういう普通にこう構えてこうやるんじゃなくて、もう鞘に抜いてもうすでに構えてあって、そこから出すんで、なんか敵はなんか立ち筋がわからないとか初動がわからないっていうのがあるらしいんですね。で、これやっぱ抜刀術ってそういうもんだから、まあ、気づいたら切られてるみたいな、気づいたらなんか変なパターンに流し込んでて、面接官、え、今の買い物の話になるみたいな、買い物、歌舞伎だったけど買い物だったけど、まあ、一応観光の話してるし、ああそうかみたいな、なんかそういう衝撃を与えたままプレゼンが終わるっていう、そういうものなので、皆さんそれ本当に何て言うんですかね、マジカルバナナやってるみたいな感じでやっていただけると、なんて慣れてくると本当に何でもプレゼン作れちゃうんですよ。私この1週間も生活しながらずっとなんかいろんなものを見ては連想してプレゼンを考えてちょっと過ごしてみたんですね。だから結構いけるので、まあ、でも2週間直前2週間私やってたことこの連想ばっかりなので、はい、きっとできると思います。で、抜刀術に関してはちょっと30代の方はおーって思うかもしれないですけど、ルローニケンシンという漫画アニメ映画がありまして、で、これ映画見ていただけると分かるんですけど、まあ、抜刀術って意外と あっけなく倒すかな、敵はそれは抜刀術の構えみたいな感じが出てきますの で、ここでなんか日本のアニメルローニケンシン、なんか明治維新なんか出てきましたよね。明治維新なんか作れそうみたいな、私これで作りましたね、まあ、後で明治維新って聞かれたら、まあ、すごい面白いアニメがあってルローニケンシンって言うんですよみたいな、明治維新の説明してルローニケンシンっていうのがありますよ、例えば秋葉原に行けばそこからもうパターンに押すと落ち込んでおしまいっていうの、明治維新でさえこんなアニメにつなげることもできるし、まあ、明治維新のパターンは後で説明します。で、話ちょっと戻るんですけど、5ページ目です。で、3年生は通訳案内士受験会の常識なので、出題者側もこちらの勉強内容を大体想定しているはずです。こういうトピック勉強してるだろうみたいな、なので昨年みたいに結構変化球が来たとしても、まあ、自在にトピックに結びつける訓練をしておいて、パターン化っていうもんで迎え撃っていただければいいかなと思います。
で注意していただきたいのは、私そういうスーパー高校生さんみたいなプレゼンを作ることを頑張るっていうことを私は否定、もう一切否定しなくて、むしろこちらが正統派だと思いますので、やっていただいていいんですけど、結構危険だと。ドンピシャで自分がうまく膨らませることができるテーマが出れば、刀の切れ味もいいですし、もうすぐトピックを切るっていうか説明できることができると思うんですけれども、それが難しいから、もう自分で刀をカスタマイズしちゃって、自分の、奥義というか抜刀術ですね、一瞬で、知らない方向へ持っていくという、そういったパターン化っていうのを使うってもいいし、別にその使わなくてもいいしっていう、それを皆さんで判断していただければいいかなと思います。でただ、さっきも申し上げた通り、300選だけをですね、覚えていただくと、300選だけをやっていると本番でもう刀を抜くことさえできない可能性がありますので、少々無理やり感、この無理やり感というのがキーワードだと思うんですけど、出る場合もあるけど、このパターン化というのを使えれば、外国人観光客の、日本旅行っていうですね、テーマに沿ったプレゼンが質ともに、質量ともに揃ったプレゼンですね、できる可能性がありますので、やってみてください。で、3つのテーマのうち1つでも、3枚カードは出されるんですけど、1つでも引っかかればいいので、やってみていただければいいかなと思います。で、これさえ私、この講演始める前にですね、質問とかもいただいたんですけど、これさえ覚えとけばいいっていうマジックワードってないですかっていうのがあって、そのマジックワードっていうワードというのは言葉っていう意味で捉えていいのかちょっとわからないんですけれども、その絶対これをやれば受かるっていうものは存在しないと思います、試験ですから。なので、それはないんですけれども、できるだけどんなものが来ても自分なりに落とし込める、プレゼンが作れる可能性のあるパターンを自分で作る、人に作ってもらって、自分無理やり、なんかちょっと結びつけにくいなと思いながら作るんじゃなくって、なるべく自分でパターンを作るっていう方が私は合格率上がると思います。で、パターンを説明していくんですけど、これから最後説明しまして、これ教材じゃなくて去年の私がやってたものを紹介しているだけなんですけど、最後の方に行くに従って結構万能性の高いパターンが出てきますので、参考にしていただければなと思います。で、何回も言ってるんですけど、その5ページの真ん中に不合格、合格ギリギリの受験者には、その受験者の将来を考慮に入れて合格点を与えると、観光庁はそのように、去年は言ってないと思いますけども、そういった姿勢でいますから、完璧でなくてもいいので、好感を持っていただけるような、いいじゃない、なんか面白いし、合格って言ってもらえるようなですね、これちょっとね、受験の指導する予備校で言うのもどうかなと思うんですけど、いいんじゃないっていう、合格点取れればいいので、将来を感じさせるプレゼンを作っていきましょうということで言っていきたいと思います。で、パターン化の前提なんですけど、パターン化は何かって知る前に、やっぱりですね、セミナーを見ていただきたいっていうことですね。去年から2015年の1番のセミナーで6ページに行って、2015年の2番のセミナーで、あと先週の2016年の1番のセミナーと見ていただきたいと思います。で、先週私ご紹介したんですけれども、バイリンガール英会話っていうのをやってらっしゃる方が、 YouTube でやってらっしゃる方がいらっしゃるんですけど、ここで、おもてなしとかオリンピックに関する表現、プレゼンをやってらっしゃる方がいらっしゃってですね、滝川クリステルさん の, プレゼン の, コスプレみたいなのをして言ってらっしゃる方がいるんですけども、すごい私試験の2週間前からずっと見てたんですけど、この人みたいにプレゼンできたらすごいいいだろうなって、すごい元気になるし明るいしっていうので見てて、表現とかも一部参考にさせていただいたりとかして見てたので、皆様ももしご興味があればというか、ぜひ見ていただいて、本番日本の魅力について面接官に伝えるには、こういう感じで話すと好感度高いんじゃないっていう風に見ていただければいいかなと思います。はい。で、早くパターン化ってどうするのか教えろよって思うかもしれないんですけども、パターン化ですね、6ページから、ちょっと具体的にパターン化を使うとどうなるのかっていうのと、あとパターン化の作り方と、パターンの作り方って入っていくんですが、3番目、パターン化、パターン化って何か、縦横無尽のプレゼンテーションを可能にする方法、
で宮本武蔵の言葉に武器は使いやすいものでなければいけないというのがある、まあ、要は自分バージョンですね。三脈線って人の言葉ですから、人の言葉で戦うんではなくて自分の作った武器で戦うということですね。でパターン化とはプレゼンを何々系と自分流に何パターンか作り、トピックを見た時にどれに分類できるかを考える、何が来てもどれかのパターンに当てはめスピーチが絶対に終わるようにする方法です。でこの方法は連想力も大事なんですけど、あの結びつけですね、さっきみたいに、世阿弥の思想から日本人の美学で、そこからおもてなしの心につなげて、あと全部おもてなしのパターンで説明してしまうというような、結びつけさえできれば必ずプレゼンがまとまり収束に向かう。なので準備段階での負担も軽くなります。あの不安も、まあ、中盤以降は全部あの決まったこと言うから、そのパターンにさえ当てはめれば、なので負担も軽くなるんじゃないかなと思います。で試験まで毎日物や事象を見ては心の中でパターンへの当てはめですね、まず一番目ファクツを言う、それから結びつけで締めの練習をしておくといいと思います。で慣れるとこういうこともできる、まあ、こう力技なのかなと思ったんですけど、事前にですね、じゃあおでんってどうやってやるんだよっていうあのご質問いただいて、でおでんそんな難しいかなと思ったんですよ。でおでん三脈線にありますよね。でもどう広げようかなみたいな方いらっしゃると思うんですけども、私の作ったプレゼンの内容見ていただけますか。コンビニで売ってる出汁で茹でた食べ物です。アバウトやなみたいな覚えてないもんみたいなそれ受けた時にもし覚えてなかったらもう覚えてないから茹でた食べ物ですねみたいな。でコンビニではいつも温かいおでんが食べられます。これあの別にこの通りはなくても付け足してもいいと思うんですけど、で24時間営業で、あとコンビニはですね、営業で好きな時にこういうあったかいものも食べられるこの快適さ、まさにこれは日本本来のおもてなしの精神、おもてなしとはみたいな、この快適さなので外国人の方も快適にご利用いただけますみたいな、もうあの文をつなげてもいいですよね。この快適さの後別で、おもてなしとはこういうものです。そして2020年オリンピックが開催されますので、私もプロのガイドとして日本外国人の方におもてなしの精神でもって、ご案内したいと思いますというふうにさらっと締めて終わり、おでんどうしようってなってあーってなるより良くないですか。なんとなく最後オリンピックって言ってるし、なんか途中からコミュニケーションになったけど別に間違ったこと言ってないですよね。おもてなしだし快適さを外国人の方、海外コンビニないとこ多いですよね。結構私ヨーロッパとか行ってもコンビニとかないからねって、日本みたいに快適じゃないよとか、あのお店すごい早く閉まっちゃうとか、いつでもすごいコンビニのご飯っておいしいし、あのおでんだってすごくおいしいし、もし後であの面接官からおすすめのコンビニはとか言われたら そこだけの話でここですとか言ったりとか、なんか話も広がりそうだし、おでんの具材でしたかね、なんかあの一生懸命暗記してどうしようって思いながら試験会場行くより、こういうの出たらこういう感じっていう風に決めていくとか、これ応用聞くんですよ。2月になってどこどこの方角って言ってコンビニが売り出すものなんですか。恵方巻き出ましたよね去年。恵方巻き受けた方なんて言ってたかな、なんかそういうことを言ったって言ってましたけども、これおでんが恵方巻きに変わったとしても使えると思うんです。だから、まあ、コンビニで売ってるものが出たらコンビニからおもてなしのパターンやみたいなどうですか。アホちゃうかと思うけどで、次行きましょう。何ページ。熊野古道は先週のセミナーで聞かれたと思う。あの熊野古道って出てどうやっておもてなしに行くんですかっていう質問ご質問いただいたんですけど、まあ、あの熊野古道を、まあ、全く知らないっていうのは解答試験2次受けれる方にいらっしゃらないと思うんですけど、まあ、自分の知ってる知識でまずファクツを言う。世界遺産です、まあ、木がすごい多い地域でしてねみたいな感じで、日本地理勉強してるはずだから、でも細かいことは言えないなみたいな、すごい歩くと思うみたいな感じで森の中を巡礼するので歩くの大変なんですよって言っちゃう、もうイメージで
で準備って言ってそっからもう構えてるんですよ。温泉パターンに行くぜみたいな、え温泉みたいな。で10年は本当に疲れます。ところでですね、日本人は昔からそういった巡礼などの、疲れを温泉で癒します。で近くに温泉があっていて、あの地域 あの地理ご存知の方はあの観光地の温泉に行っていただいてもいいですし、でそこからもう全部決まったこというパターン3の温泉で、締めは全部同じことというか、2020年オリンピックが開催されるので私もおもてなしの心でもってみたいな。で終わり。何か重要な情報を必ず、何か重要な情報を絶対に落としているような気がするけど、皆さんは涼しい顔してよ、ニコニコってどうぞ日本にお越しくださいみたいな感じでアピール、あのそこのことを知らない人だったらもううんとか、ちょっと日本人試験官も若干うんうんってなるかもしれないんですけど、一応テーマに沿ったプレゼンですよね。熊野古道の歴史とかそういったマニアックなことをつらつら言われても、うんちょっとあそうなんだみたいな感じかもしれないですよね、外国人の方からは。でも近くに温泉があって、まあ、疲れたらそういったところで観光できるということを教えてあげた、これはちょっとなんかこう将来を感じさせるプレゼンだと思いますので黙るよりはマシなのかなと思います。はい。で、まあ、途中重要な情報を落としてるっていうのがあるんですけど、日本地理を勉強していれば、多分この辺の熊野古道って出てるくらいだから、面接官もおそらく何か地理に関する観光に関する質問をしてくると思います。なのでそこでカバーする、プレゼンの中でいなくてもカバーするっていう方法もあると思います。で、場合によってはやっぱりこれちょっと無理やりだけどって思う方いらっしゃるんですけど、もっと無理やりなのが後で出てくるので、でも黙って不合格になるよりマシでしょ。もう極限まで極限まで頑張って将来を感じてお辞儀をって言っていこうとしてた人なのでそういった人が考えた方法なので、はい。忘れちゃいけないのは、絶対日本のお話をしてお客様を喜ばせているということを忘れないでください。で、パターンの基本構造に入っていきたいと思います。で3段構成で考えてました私は。で丸1番ファクスで、トピックの定義事実で、黒船とはどういうものか、ハロウィンとはどんなものか、三脚線でもいいし自分の言葉でもいい。で2番目結びつけで、トピックを各パターンに結びつける箇所です。でここが肝です。でここで刀を抜けるかどうかが鍵で、連想力が問われます。で連想力が問われるけども、これができればもうプレゼンはもう後半全部決まっているのでこれで終わります。でこれ無理やりでもやってください。黙って不合格より絶対マシだと思います。はい。で最後締めですね。で締めは あらかじめ決めておいた定型文につなげます。なのでどんなトピックどんなものが出たとしても3つ目の締めっていうのは全部同じことを言います。何が出ても全部一緒なので、おもてなしとオリンピックのことを言ってもいいし、もうオリンピックだけでもいいし、で結びつけでおもてなしのことを言ってたら最後コンクルージョンはオリンピックだけにしてもいいし、その他自分の決めやすい締め、例えば、まあ、武道をずっとやっていて日本の魅力、武道とかお茶とかやられてる方だったら日本の魅力をもっと皆様に伝えたいとか、自分のことにつなげていただいてもいいし、何か締めを作るっていうことですね。で私が用意してた締めなんですけど、ちょっと英語で言おうかなと思ったんですけど、英語で言っちゃうとまずネイティブのチェック受けてませんから合ってるかどうかわからないし、皆様が何かもう時間がないからそれを私の、ね、締めをね暗記しようとしちゃうんじゃないかと思って、で暗記しちゃうと自分のものではないので、えなんだっけって本番でなっちゃうかなと思って日本語で書きましたので、皆様自分なりの締めを作ってみてください。で自分が作ってたのは、日本を旅行するとおもてなしの精神を感じていただけると思います。でおもてなしとは日本人から昔から受け継がれているアンコンディショナルホスピタリティです。2020年東京でオリンピックが開催されます。日本がもっと注目され、たくさんの外国人の方が観光に来られると思います。世界共通言語の一つである英語を使ってガイドとしておもてなしの心で、私は日本の魅力を皆様にお伝えしたいです。なのでどんなトピックが出ても最後に締めを言うっていうことですね。はい。で解説なんですが、結びつけさえすれば、まあ、何回も言ってる通りパターン通りに言うだけです。で 3っていうのは締めですね、自動的に流れるので、2と3ともほとんど準備用意した通りに言って終了です。で三脚線を丸暗記しているのみの方は、まあ、丸1のみで止まってしまう可能性が高いと。で何を聞かれるかわからない、範囲が無限の試験なので、縦横無尽に型を作り出す練習をした方がいい。で3つとも作れなくてもいい、1つでもいいから絶対にプレゼンを作るっていう気合い、別に高校生さん のプレゼンのやり方でもいいですよ。
300選で勉強したところにどうしピシャで出たよっしゃって言ってこういうあの、ね、素晴らしいプレゼンを作ってもいいし、あじゃあちょっと結びつけてあのパターンに入れようって言って作ってもらってもいいし、はい、でパターン化もおすすめなんですけども、私は過去問とか春尾さんのプリントなど手持ちの教材を見て大まかにテーマをグルーピングしてパターンを作ってました。で何個かパターンを作成したら今手元の教材にあるトピックが作成パターンで説明できるか頭の中で仕分けを行ってました。で当てはまる数が、まあ、多いってことはパターンが足りてきてるってことなので、本番の、渡される3枚のカードのうち1枚にそのパターンどれかのパターンに結びつく可能性そういうトピックがどっかに結びついてる自分が結びつけることができるトピックが出現する可能性が高くなると思います。で、これ、まあ、やってると感じるかなと思うんですけど、パターン化を私も感じてたんですけど、トピックが複数の、まあ、パターンって何個か作りません、ね、私は10個ぐらいでしたって先週申し上げたんですけど、トピックが複数のパターンと結びつき数通りの経路が編み出される場合があります。このパターンでもいける、このパターンでもいける、このパターンでもいける。でその場合は自分が、まあ、連想しやすい通りですね、動かざること山のごとしなんですけども、自分がやりやすいというか、まあ瞬時に決めて自分の決めたパターンで言ってください。で例えばどういうのがあるのかというと、まあ、選挙、まあ、これも自分のオリジナル問題なんですけど最近ホットだと思うの で選挙って来た場合300選覚えてる人は日本の選挙っていうのはこういうのでこういうのでうんってなると思うんですけど、まあ、そこはファクツで自分の言葉でもいいし覚えてる方ものでもいいし、ファクツを何かしら言うと。で2番目、選挙って何をやるかな、だるまに目を入れますよねって。でだるまが買えるところは、まあ、デパート行けば買えるかなって適当やなみたいな。でそっからパターンに買い物に全部入れちゃいますみたいなパターンもあるし、2番目、選挙で何をするかな、結びつけ神社に必勝祈願に行く、パターン4神社に行く、終わり。3番目、これちょっと結びつけを2回やってるんですけど、ファクツ、まず選挙ってどういうものか言う、結びつけ、だるまといえばマグマですよね、草津温泉っていうのがあります。でパターン3温泉って言って、でおもてなしだったり、まあ、オリンピックでもいいけどそういうこと言って締めっていう、そういう何個でもいけるよねっていうのができます。どの方にも問えるよねっていうのができます。そういう方が安心できないですか、選挙できたらこう言わなきゃいけないと思いながら試験会場行くよりこういう風に飛ばせるなとか。でパターンは私は最初パソコンで、書いてたんですけど、例えば、明治維新近代化系っていうパターンをまず作って、それに対してまあ、パターンを作ってたんですよパソコンで。でまずファクツを言って、で2番目結びつきをして、何が出てもその2番目持っていく、で3番目こういうみたいな感じパソコンで書いてたんですけど、すごいカッコつけちゃってネットとかハローの教材とか300選とかを見てしまって、その表現をパクロみたいな感じで見てたんですね。で去年どういう風にやってたかなって、自分のサンプルをここに載せようかと思ってたんですけど、ちょっと情けないというか、なんかカッコつけようとしてるんですよ。そういう風に言わないだろう絶対みたいな、開国しましたって言ったら Japan opened its door to the world みたいな感じで書いてて、いやそんなかっこいい英語言わへんやろみたいな。で本番でも絶対出ないと思って、なので自分の言葉で書こうって思って書いてて、でだんだんパターンが増えてきて大変になってきたら、もう頭の中でこれこういう風にして言おうって言って、こう箇条書きで書いたりとかして、であとは先週の体験談でも言ったんですけども、全身鏡を使って鏡の前でパターン化して、自分で自分に問題を出してパターン化してスピーチを作って鏡でチェックする、スピーチしてるとこが面接官からどうやって見れてるかとか、そういう本番を想定しながら声に出して言ってました。パターン作って見ててもその通り言うか分かんないし、時間通りに終わるか分かりません。なので1分、まあ、40秒ぐらいで、最後の3番目の締めのところに1分何秒のところで差し掛かるのかとか、あと本番だと緊張してるから詰まっちゃうから、ちょっと早めに設定しておいた方がいいのかなと思ってやってました。で私は
練習の時は1分40秒ぐらいでできるようにはだんだんなっていったんですけども、実際本番では本当ギリギリ2分かかりました。なのでちょっと早めとか短めに作っていくっていうのがいいかなと思います。はい、でそうですね、あと、まあ、中3で書いてるんですけど、中学校レベルのレベルでいいので自分の言葉で作る、出ないと本番の極限状態、極限まで緊張してますから、そこで出ないと思いますよ、ネットの英語は。はい、はい、じゃあ次9番目いきましょう。あ、9ページですね、9ページいきましょう。でここからは私が作ってたパターンの実践例なんですけども、紹介していきたいと思います。で自分が作ってたパターンですので、皆様がこの通り作らなきゃいけないというわけではないし、これ教材でも何でもないので参考に見ていただければいいなと思います。でまずパターン1ですね、明治維新、黒船、開国、近代化系っていうパターンが作りました。でそういうトピックが来たら全て下田温泉につなげる。なぜで自分が行ったことがあって好きなんですよ下田。私気づいた方もいると思うんですけど、大阪で、あんまりその綺麗な海を普段っていうかあんまり見たことがなくてですね。で何ですか、フェリーの像があって、で黒船由来の地ということで、すごい開国した当時の黒船っていうか、そういった外国人の方と日本人の触れ合いとかもなんか資料館があって見れたりとかして、すごい街の人も優しいし、私すごい下田っていうところが好きなんですね。でまずもう絶対下田温泉しようと思って、でこれ函館でもいいですよ、自分の好きなものでいいと思うし、場所じゃなくてもいいと思う。でも私は得意だから、得意というか、おそらく聞かれたらおそらく何でも答えれるんじゃないかなと思って決めました。で例えば黒船っていうのがカードに書かれて、それを選んだとします。ですると、黒船の発掘は自分で言わなきゃいけない、フェリーっていう人が来て開国した。でそこから結びつけに行きます。でところでペリーっていうの銅像もある黒船にゆかりのある温泉地があります。伊豆にある下田です温泉です。で資料館もあって開国当時の様子を知ることができます。でペリーロードもあってノスタルジックで素敵です。で海が綺麗です。金目鯛が美味しいです。温泉も海水浴も楽しめる。海を見ながら温泉は最高ですよ。温泉クルーズ、黒船クルーズもあります。で結びついてますよね下田に。で最後何があってても全部一緒。で下田の、温泉旅館はもちろん日本を旅行するとおもてなしの精神を感じていただけると思います。おもてなしとは日本人に昔から受け継がれるアンコンディショナルホスピタリティですとか、そういう決めたことをさっき申し上げた通り、で2020年東京でオリンピックが開催されますみたいなことを言っておしまい。なんかもっともらしい観光案内になってるし、明治維新の歴史延々語られるよりこっちの方がお客さん嬉しいんじゃないですかねっていう思い込みで作る。でパターン1で、これは黒船じゃとかそういうこと聞かれないとダメなのかって、そんなわけじゃなくって、パターン1が使えそうなトピックは海水浴って聞かれてもいけますよね。おすすめの場所下田温泉です。海水浴の発掘を言ってそこから結びつける。ところでペリーの銅像のある黒船にゆかりのある温泉地がありますとか、あと温泉そのものを聞かれても答えれると思います。海とかノスタルジックな匂いのするトピック、あとおすすめの観光地でも言えるし、夏におすすめの場所とか海の幸が美味しいところ、伊豆半島とか日本の夏とか、なんか応用できそうなトピックあると思います。で1ファクツを変えるだけですね。で2、3はほぼ同じことで、結びつきとかちょっと自分なりに変えたりしてもいいと思うんですけども、基本そういう感じで応用していきます。パターン化っていうのは、だから私こういうのが来たらこういうのやるっていうふうに決めていて、やってました。で発展系ですね、すいません引かないでくださいね。で例えば近代化とかそういうパターンを作ったと思って、その時にどういうふうに応用していくかが超応用なんですけども、昨年の問題ですね、一万円札に書かれた人物ってこれ朝の速報で来たんですよ、こういうの出ましたみたいな、一万円札に書かれた人物みたいな、ちょっと動揺してしまうような、あの人ってなんだっけ、どうしてたっけって、すごい暗記だけしてる人は困っちゃうと思うんですけども、まず白津ですね。福沢諭吉は日本の近代化に関与とか、私はあんまり詳しく言えないんですけど自分の知ってる知識を言います。でそもそも近代化のきっかけというのは黒船です。ペリーという人が来たのがきっかけです。
でもここからもパターン、ところでペリーの銅像がある黒船にゆかりのある温泉があります、でもパターン1を展開しちゃう、で次締めで終わり。よく倒せましたね。一応倒す刀を入れることができたと。はい、でも別にこれで不合格になりそうですか？なんかお慈悲をいただけそうな感じしないですか？なんか福沢諭吉の説明も一応してたし、そういう近代化のきっかけ、黒船の話もしてるし、観光地も行ってるし、自分の夢も言ってるし、落とせそうですかね。将来を感じるんじゃないですかね、これは。であとこれ優先座席ですね。私があの3枚の角を刺されて、私デパチカって選んでたんですけど、その もう2つが優先座席とお彼岸だったんですね。でその優先座席でさえこの近代化のパターンに入れれるんですよ。でファクツ、まず優先座席、優先座席ってなんか暗そうじゃないですか。日本ってなんで優先座席あるの、海外ないのとか、譲んないの、そういう場所作んないのとか、なんか言われそう、なんか暗そうだから私選ばなかったんですけど、その時は。で優先座席はお年寄りや体の不自由な方を優先させる席です。日本の電車に大抵あります。でところで電車といえば、旅をするのに魅力的なのは観光列車ですが、夢などのものに伊豆急踊り子があります。下田という温泉地まで、観光地まで行きます。はい、ここでも構え。ところでペリーの銅像がある黒船にゆかりのある温泉です。これもパターン1です。で締めて終わり。で日本人は、まあ、席譲んないのとか、暗い話は質問コーナーでお願いしますということで、とりあえずスピーチを作ってしまおうということです。明らかに暴走していると思います。でも黙ったら不合、絶対に不合格になりますので、これこういうことでも言っていいと思ってちょっと紹介しました。でパターン2なんですけど、パターン2これお買い物系ですね。これ結構使えると思います。で私も本番はこのパターン2に入れました。お買い物系ですね。例えば例ハロウィンとか来ると、日本の若者は仮装すると、で仮装グッズがすごく売れる、で渋谷で騒ぐ、で仮装グッズはロフトやドンキでも買えます。でそこから結びつけ、ドンキでもいろんなもの売ってるんですけど、外国人人気のショッピングエリアといえば銀行秋葉原ですよというふうに、お買い物系が来たらショッピングのことを言って、まあ、デパートとか、あと銀座もしくは秋葉原に持っていくっていうパターンなんですけど、でパターンに秋葉原は電気街で、銀座も新生が両方の外国人の観光客でにぎわってますみたいな、秋葉原が銀座の説明をしてしまう。で締めは全部同じことからそれで終わりっていうパターンですね。あとバレンタインも使えますよね。バレンタインは日本でこういうことをやります。まあ、友人同士のバレンタインでチョコあげであったりします。2月にはデパートにはたくさんのチョコが並んで楽しいです。珍しいものも売ってます。でデパートといえば銀座が有名ですよ。外国人人気のショッピングエリアといえば銀座でとか、そういう説明して、だから決まったこと言ってるだけなんですよ。丸2は、丸2以降は、で3は何が出ても一緒で、例3でこれは私会社にいるときにお手洗いに行ってウォッシュレットを見て思いついたんですけど、今こそ復習の時ってあるんですけど、これウォッシュレットの普及率は何パーセントですかっていうのは2015年の第一次筆記一般常識出てて、知らんって思った方多いと思うんですけど、もしウォシュレット出たら私なんて言うかなと思って、これはオリジナル、本当にオリジナルなんですけど、でパクツ、いろんな機能がついたトイレですとか、で普及率は 77% で、キミラの出したいなとの問題みたいな感じで、ちょっと復習に言ってですね、でトイレは無料ですとか、旅行中重宝しますって、ここですごい観光のこと言ってるし、で、デパートにありますって言って、でパターンに、まあ、デパートがあって、外国人に人気のエリアといえばショッピングに人気のエリアとあれば銀座です。パターンに持っていっちゃう。でそれで3番目行っておしまい。であとは11ページに今言ったんですけど、パターンが使えそうなものは何か買い物につながるものですね。デパ地下、お土産、こけしだるま、センス、老舗ブランド物、着物、花見。で花見っていうのは花見のなんかこう準備するものとか、おせち料理に使う重箱ですね。まあ、花見系。だからおせち料理って出ても、まあ、おせち料理っていうのはこういうものが入ってましてね、それが入ってる箱はいいものが使われてましてね、デパートで買えるんですよ。デパートといえば外国人に、人気のショッピングエリアは銀座でしてねとか、まあ、そういうふうにもう無理やりおせち料理じゃなくておせちが入ってる箱みたいな。でも気づいたらスピーチ終わってるから、外国人の方箱かみたいな、お箱かな。でもおせちの具なんてなんかあんま
説明しろって言われても難しくないですか。あの三脚線の内容はいいと思うんですけど、それ自体一生懸命説明しようっていうより、なんかそのおせちの準備するためにはこういうとこ行きますとか、おせち自体をあのデパートで買いますとか、そういうこと言った方が良くないですか。で、あと、まあ、これが使えるのは、デパ地下とか、あ、デパ地下は私があのやったやつですね、あの選んだトピック本番で、あ、言いましたよね、それすいません。あとは秋葉原も使えるから、電化製品とか電気の香りのするもの、オタク文化とかアニメとかメイドカフェで、おすすめのショッピングの場所、観光地でもいいし、あと年中行事に使うものってあるんですけど、年中行事聞かれて何もわからないってなったら、その道具、その年中行事をやるひな祭りはね、ひな祭りの道具を買いに行くのはデパートなんだよみたいな風に、もう全部デパートに持っていくかみたいな風にやってました。使用するものをデパートで買いますというか、デパートは季節の商品を大事にしているので、その季節の習慣を楽しめると言ってつなげる。知識がそんなにないので、できるだけデパートにを駆使しようとしてました。そうですね。ただ、あの、まあ、例にも書いてますけど、おせち料理だったら彼岸、まあ、おはぎ買えるよとか、ひな祭りも買えるよというふうに、応用聞くと思います。で、発展系もう壊れ具合マックスなんですけど、風鈴で最後買い物、風鈴の説明は300銭であります。で、風鈴の、でも風鈴って2年連続出たりしてるんですよ。で、風鈴の説明をする。で、日本人は風の音とか虫の音で季節を感じると。で、風鈴は夏に使いますが、音は涼しげでみんな大好きです。さあ、乾杯です。デパートに行けばお土産に買えますよ。デパートといえば銀座があってパターンに、で締め終わり。あとメイドカフェ、これはメイドカフェは秋葉原にいっぱいありますっていう、まあ、パクス説明して、で、その後結びつけ、電気街で日本のショッピングスポット秋葉原にあります。多くの外国人客でにぎわっています。で、3番何が出ても一緒締め。で、まあ、共通点がちょっとお買い物とは違う、メイドカフェでお買い物っていう彷彿させないんですけど、秋葉原っていう点で結びついてますので、パクスだけメイドカフェの説明ちょっと多めにしていただいて、で、後半はほぼ秋葉原で準備した通りに言えば一応プレゼンできますよね。で、最後締めを全部同じこと言うんだから、だからこういう風にトピックとトピックがだんだん結びついてきて説明できるようになっていくんです。どうですかね。で、パターン次、先生今何分だ。2時から始まる。あ、すみません、失礼しました。で、パターン3、自然系ですね。日本の火山、温泉が多い地域は、私が先週言った通り箱根に持っていく、まあ、箱根じゃなくてもいいんですけど、箱根って富士山が近くにあるんで、富士山絡みのトピックが出た時になんか便利なんですよ。浮世絵とか無理浮世絵から温泉みたいないいんですよ。で、日本の地形が出たとしたも、ファクツ、火山が多いとかそういうこと言っていただいて、さっきもなんか出ましたけど、日本人はよく温泉に行って疲れを癒しますと。で、ところで温泉といえば関東で有名なのは箱根ですって言って、で、箱根の説明、これも準備してるから全部言って、黒玉を食べれますとか、クルージングしてますとか言って、で、最後は何が出ても一緒、2020年オリンピックがって。で、パターン3が使えそうなトピックは、で、結構温泉も、結びつきがやりやすいのかなと思います。まあ、富士山が出ても箱根が言えるし、その他まあ山岳地帯出ても、まあ、温泉って結構いろんなところに湧いてると思うので、あと火山地形、まあ、温泉そのものを聞かれても答えれる。で、観光地、おすすめの観光地とか、桜などの草木って書いたんですけど、あの桜とか草木が生えている温泉を選んで観光案内すればいいんですよ。その桜自体言わなくても観光地として案内する。で、発展系浮世絵ですね。で、浮世絵のファクツを言って、あと結びつけ、富士山がよく描かれる。で、富士山が綺麗に見える温泉は箱根です。で、何が出ても一緒。箱根の話に途中からなったけど、まあいいか。将来を感じさせるプレゼン。で、パターン4、神社神道系です。で、お寺はちょっとご自身でやってみていただきたいので、やりません。で、これお受験も、お受験もどうしたらいいんですかっていう質問をいただいたんですけど、ファクツ、受験の時期になると、どこに行くのかな、神社だよね、神社に行きます。で、日本で有名な神社といえば、三重県にある伊勢神宮です。これも自分が行ったところなので、皆さんいろんな、関東だったら明治神宮とかですかね、好きな神社でいいと思います。で、3番目、締め何出ても一緒。
でパターン4が使えそうなトピックは、お正月系、おせち料理を食べてから神社に行きます。おせち料理、あ、神社に行く前後におせち料理を食べますでもいいし、年越しそばを食べて紅白を見て初詣に行きますでもいいし、福袋、初詣そのものとか、あとお願いする、祈願をする、そういった、匂いをするトピック、選挙、宝くじを、お受験、厄除け、あと日本の宗教を聞かれた時に、まあ、慌てて仏教と神道と、って考えるよりかはもう神社に行こう、神社のパターンにしようと言って神道だけ説明する、神道の博打を言ってそこから神社につなげるとか、まあ、おすすめの観光地聞かれても伊勢神宮言えばいいし、世界遺産は伊勢神宮違いますね、世界遺産で聞かれても、大丈夫だと。伊勢神宮は違いますけど、はい、世界遺産、伊勢神宮違いますね、すいません。あとパターン5、全ルーツのものを金翼系鎌倉へ全部行こうみたいな、精進料理どうしたらいいんですかって言われたので、精進料理の博打をまず見ましょう、魚を使わない僧侶のための料理です、そこから結びつける、精進料理の食べられるおすすめの観光地を紹介します、鎌倉です。で鎌倉の観光案内をしたり、行かれたことある方も多いと思うので、自分で三味線にもあると思うんですけども、自分で作ってもいいと思います。で何が出ても同じこと言うから、最後それでおしまいですね。でパターン5が使えそうなトピックは、小京都やアジサイとか海の香りのするトピックですね。あ、すいません、先ほどあの世界神社で世界遺産って言ったのはあれですね、厳島神社を私想定して書いてました。厳島神社だから、神社系で厳島神社ってね、伊勢神宮じゃなくて厳島神社に書き換えてもいいし、あの両方行ったことあるんで、あの両方で準備してました。あの出雲大社行ったことある方は出雲でもいいと思うんですけども、で出雲の世界遺産じゃないと思うので、まだ、はい、厳島神社は世界遺産ですね、すいません。で、すいません戻りました。パターン5が使えそうなのは、大仏、生け花、お茶など禅になんか結びつきそうなもの、あと海の匂いするトピック、アジサイ、あと座禅とか金翼系、ノスタルジック、伝統的な匂いのするトピック、あと発展系としてはおはじき、けん玉とか紙風船とか伝統的な昔のおもちゃ聞かれたらどうしたらいいんですかって言われると、まあ、300選でも今でまず説明をして、まあ、それをすることに、それで遊ぶことによって何を感じるかというと、やっぱノスタルジックな気持ちになると思うんですよ。じゃあノスタルジックになる気持ちになる観光地を紹介します。鎌倉です。でこう川越でもいいと思うし、もう結びつけちゃう、売ってるんじゃないですかねとか適当なことをなんか質問で 言ってもいいですとは言えないんですけども、そういうノスタルジックっていう結びつけをする。でそこから何が出ても一緒、2020年、あとそういうなんか物系とかが出るともう無理やりデパートに買いに行きましょうパターンにっていう方法もあると思うので、どうしようもなくなったらそっちに流れる。であとパターン6ですね、で仏様系陣が出たけど、どうしたらいいだろうって思って、それ説明できないです、どうしよう、一行しか言えないってなった時に、まあ、もう私はあの寺の家系に生まれたんですよ、あの大阪 の自分の家っていうより、あの祖母とその先代までずっとお寺 であのお寺って絶対あの仏様がいらっしゃるの でところで、あのその場所の説明、ただ法隆寺について何もいないってなったら、まあ、法隆寺の基本的な説明ですね、奈良にあってとか世界遺産でとか言って、そこから仏様が安置されてて、で仏様のポーズについて説明しますって、ポーズに意味があるなって知ってましたかって言って、一つずつこの座禅してこれはとか、こう自分でやってこれはこういう意味だよっていう風に説明する、これは迎えに来るポーズよとか、これは瞑想中とか、あの言って、あのポーズを取って説明してあげる。で日本で寺院を訪れる際はそういう仏様のポーズ見てみてくださいって言って、でそこから2020年オリンピックがって流れる。だから体を張ったパターンですね、これ。でこれ私あの紙に書いてないんですよ、去年もあの練習した時紙に書いてなくて、これ頭の中で作ってて、あの神社って言われてる、分かんない時は使おうと思って、でこれは法隆寺じゃなくても東大寺でも使えますよね、何でもいいと。質問が怖いけどそんなこと言ってられない、ガイドたるものお客様を喜ばせるっていう、そのガイドの精神で作りました。で発展系、例えば10円玉の裏に書かれた陣って何っていうトピックが出たら、平等院鳳凰堂で、そこにはまあ
あの仏様がいらっしゃってって言って、そこからまあポーズの説明しますって自分で体を張って説明して2020年って言われて、どうしようもなかったら皆さん体を張るしかないと思うので、で東北の観光地って言われても、私東北行ったことないんじゃないかなっていうぐらい、私は本当に東日本北日本もあまり本当にゆかりがないんですけれども、で平泉は写真で見たことあるからって言って、金色堂の、仏様の話をして、そこから仏様のポーズの説明をする、まあ実際にやってみせるパターンですね。あと京都って出て、京都もまあ大体観光地に行ったことあるんですけども、どうしようもなくなったら、ところであの京都のマイコハンと遊ぶことが多いと思う、マイコハンの写真撮りたいでしょって、あのそういうね、あの興味あると思うんですけど、お座敷遊びって、まあ、マイコさんゲームさんと遊ぶんですけど、その時になんかグーチョキパーみたいな、じゃんけんポーみたいな遊びがあるんですね。でそれなんかキツネとか、なんか庄屋とか漁師とか言って、そう一斉の出てこうポーズ取るらしいんですよ。でそのポーズの説明をして稼ごうとか、なんか不足なことを考えてました。で次パターン7、お城系ですね。でお城が出たら、私姫路以上は何回も行ってますので、姫路の話、姫路城の話をしようと思って、まあ、城の説明をしてから結びつけ、世界遺産姫路城につなげる。でそこから、私神戸も結構詳しいの で神戸にも近いしいいですよって、大阪にも近いしって言って、その阪神間の、説明をする。で何が出ても一緒、2020年っていうふうに、お城が出たらここって決めとく。まあ、何個か用意してるといいと思いますね。姫路城とか、まあ、犬山城とか、熊本城とか、ただやっぱり自分が詳しくないと説明できないと思うので、やっぱりその指定されない限りはそっちに進んだ方がいいと思いますね、はい、でも一応温泉と一緒で用意した方がいいと思います。でパターン7が使えそうなトピック、城下町、天守閣、堀、城主、大奥、大名、参勤交代など城に絡みそうなトピック、また発展系なんですけど、まあ、忍者って言われたら、まあ、忍者って、まあ、伊賀流、甲賀流ってあるけど説明できないな、どうしようってなった時に、忍者ってまあ 城の司令でお仕事すること、スパイの仕事をすることもあったということを聞いたことがあると思って、忍者というのは城でいわばスパイの仕事をしてました。で城といえばですね、有名なのは姫路城ですねって、姫路城に飛ぶで終わり、コンクルージョンって終わり、もう無理やり姫路城へ飛んでしまおう、メジャーであればどんな城でも OK ってすごいなんて言えばいいんでしょうという説明なんですけども、神社についてくどくど言えるかって思いながら黙っちゃうよりかは、お城で仕事してます、お城の指令で動くこともありました、そこから観光案内してあげた方がいいかなと思います。でパターン8っておすすめの観光地形なんですけど、これ出題されるのどうかなと思うんですけども、全国結構北海道、自分北海道行ったことがあって、まあ、富良野にしようとか札幌にしようとかいろいろ決めてたんですけど、そういったおすすめの観光地を各地域ごとに作ってました。で例えば西日本だったら厳島神社です。でファクツだったら観光案内をして、あいなご飯、柿が美味しいって言って、でもう結びつけっていうか、もうファクツと締め の, なんていうんですかね、組み合わせで十分だと思いますので、まあ、そういうふうに作ってました。でパターン9とパターン10は結構万能に使えるパターンだと思うので、ちょっとこのセミナーの終盤に差し掛かってるんですけども、パターン9、おもてなしサービス系って言って、最悪トピックが何もわからんやない時も使えるかもしれないということで、パターン9持ってきたんですけど、テーマは日本旅行なんだから日本のおもてなしにつながるけど、まあ、何も言わないようにはしているふうなことを書いてますけど、まあ、丸1で必要な限りファクツを言って、2番目おもてなしにつなげる。でおもてなしの説明は先に申し上げたバイリンガールの、会話の動画にありますので、ぜひ見てください。もうすごい分かりやすくて素敵な説明なので、でなんか笑いね、そういうなんかこう体を滝川クリステルさんの真似とかやると笑いを誘えるかもしれないって書いたんですけど、であとパターン9が使えそうなコートピックは、まあ、旅館とかホテルとか、あと新幹線など鉄道、東京駅 の新幹線のお掃除とかもおもてなしの一つだと思います。と日本人の心、日本のまあサービスに関するもの、コンビニとかもここに入ってきても、まあ、おかしくはないですよねっていう早くて便利なサービス。であとパターン10ですね。で日本の芸術思想全てにつながる視覚合一パターンってあるんですけど、視覚合一っていうのは西田幾太郎によって提唱されて哲学の概念なんじゃそれって感じなんですけど、まあ、要は、日本人は例えば
短歌でも俳句でもその他歌でもいいんですけど、全部自分の感情を自然と結びつけて表現するする癖というか、まあ、そういうものです。で、西洋ではあまり考え、そんな頻繁に出てこないということを聞きました。で、例えば、川の流れの用意の歌詞とか、津軽海峡冬景色の歌詞とか、あと日本の詩歌とか文学全般にそういう自然が出てきてますよね。自然と必ず日本人の思想だったり、そういった作品、そういったもの全部結びついているというような説明に持っていくというパターンです。で、例えばパクツーで俳句って聞かれたら、ここで行くってこと、まあ、なんか一個俳句覚えといて言ってもいいし、私はなんか短いの覚えてたんですよ、使わなかったけど。で、絵でわかる英語で紹介する日本文化っていうのがあって、その本を見て俳句が何個書いてたんですけど、それちょっと長くって覚えれなくて、なんか短いの1個覚えてたような気がします。で、結びつけ俳句もそうなんですけど、日本人はよく、自分の感情を自然を通して表現します。で、それは演歌とかその他文学作品でもそうですっていう、そういう視覚統一に自然を使って、自分の感情を表現するっていう説明をする。で、締めをやって終わり。で、パターン10が使えそうな他トピックは、日本の芸術とか、まあ、演歌、短歌、俳句、桜とか、まあ、植物とかその名称とか、あと自然って聞かれてもできそうじゃないですか。先ほどパターン3に自然と来たら温泉に入れるって言いましたけど、自然って聞かれても視覚統一に持っていくことできますよね。文学作品とかはこういうふうに使えます。で、あれですよ、皆さん、この視覚統一のパターンに持っていくことしたら、上の初の夜行列車降りた時から青森駅は雪の中、北へ帰る人の群れは誰も無口で、海鳴りだけを聞いている、私も一人連絡船に乗り、凍えそうな顔を見見つめ泣いていました。でこういう風にやるんですって言って体を張るんですよ。今私体張ったじゃないですか。皆さんは本当にやってください。ふんみたいな。すいません、ちょ東京でやるとね、なんかどうなるやろうと思って、大阪だったらまあいいかな。大阪の方がいい。で、あとその他用意したものですね。あと伝統芸能、最初の方のパターン化の説明と言ったんですけど、日本が、自分の場合は世阿弥の子孫っていうのがすごい好きなんですね。言葉がいろいろあって、で、伝統技能でどれでもよければ、脳から世阿弥へのつながりにしようと思ってました。で、脳だとさっき言った通り世阿弥の説明をして、重する時することなきを花と知るなりという言葉から、四季があるとか日本に根付く、でそれ、おもてなしですね、日本に根付く、全てが変わるという精神なんです。全てが変わることが美しいという精神なんですけど、そのため日本人は出会いを大事にしますと。でそれをおもてなしの精神ですよね。パターン9に持っていく。で、歌舞伎は、スーパー高校生さん同じプレゼンに入れてましたけど、で私歌舞伎が来たらもう歌舞伎の説明して、銀座に歌舞伎座があるから行ってくださいって言って、そこから買い物に持っていくぜと思ってました。パターン2で、人形浄瑠璃の場合は歌舞伎、すいません、人形浄瑠璃ですね、申し訳ございません。人形浄瑠璃の説明をして、曽根崎心中は大阪が舞台ですって言って、おすすめの観光地に行く。いや、突然ハリーポッターとかも出てくるかもしれないんですけど、まあ、そういう風に得意なところにつなげて最後締めを言う。で、あとは日本庭園の種類とか、あと鉄板の観光地の、まあ、情報収集をしたりとか、あと生活習慣ですね。もうどうしよう、食べ物とかどうしようもなくなったら、パターン に持っていく。あと季節のイベントとか祭りとかも、まあそうです、自然と結びついていることがあればパターンの10が使えるかもしれないし、あとおとぎ話とかも一応読んでました。笠地蔵っていう、これも先ほど説明した絵で説明するオールカラーの本にあるんですけど、お地蔵さんが出てくる話だったりも一応出てました。
あの感動、一人で感動したけど、思い出し泣き禁止で、お地蔵さんもあの過去も出てたと思うので、それでも使えると。でパターンを用意していくと、一つのトピックでも複数に分類できるものがあることに気づきます。例えば神社系で、神社系のパターンで厳島神社って言っても、おすすめの観光地で厳島神社って言ってもいいし、世界遺産で厳島神社って言ってもいいし、あと世界遺産だと清水寺って言ってもいいし、紅葉の名所って聞かれた清水寺って言ってもいいし、あと姫路城だと桜の名所でも使えるし、おすすめの城、あと世界遺産でも使えるっていうふうに、このようにパターン化の準備を重ねるごとに、トピックが進める経路が増えます。こういうふうに引かれたらこっち行こうとか、でまたどの角度から問われても同じトピックで、説明できるようになるので、経路ができることにより頭の中に、トピックが回路のようにつながっていきます。でそこで、そこに3枚のカードのうちどれか1つが引っかかれば、パターンに落とし込むことができるため、いずれにせよ、プレゼンが終わってくれることになります。はい、で構えあって構えなしと、一応パターンっていう形はあるんですけど、まあ、だんだん全部が結びついてきて、いろんな、トピックに対応できるようになるということですね。あと関連書籍を挙げましたので、ちょっと見ておいてください。で、最後に前回のセミナーの補足ですね。ちょっといろいろお声をいただいたものに関してお答えしたいと思います。で蓄実力は、メモ取りとの両立ができませんっていう方がいらっしゃるんですけど、メモ取りをしたら落とすという試験ではなくて、メモ取りは任意ですので、メモを全く取らないで、過去問を見てですね、できるというのであれば、メモに縛られる必要はないです。でただ、数字とか固有名詞とか、あとそういったものが出てくるときはメモを取らないとやっぱり忘れちゃうかもしれないんですよ。私の場合は源氏物語は54巻でできてますっていうような文が入ってたんですけど、54っていう数字も最後までいってからさあ訳してくださいって言われた時に全く取ってないと、何だったっけってなっちゃうと思うんですね。400人の女性が出てきましたっていう、フレーズもあったんですけど、400人の女性が出てきましたっていうのは、その日本問題文の日本文の最後の方ですから、自分が英語で訳す時も最後の方に行くんですよね。だからその400ももしかしたら忘れちゃってて、300だったかなとかになっちゃうと思うので、そういう固有名詞とかは、まあ、光源氏とかはね、まあ、書かなくても分かるかなって思うんですけど、数字はちょっとトリッキーなので、そこは抑えたらいいと思います。数字を書けと言ってるわけじゃなくて、数字を書かなくても訳せる方もいらっしゃるんですけど、はい。で本当に蓄積力の能力を問いたいんであれば、ものすごいもっと問題もあるはずだし、問題言う人も早いと思います。はい、なので私も社内通訳やるときってすごい大量にバーって喋るんですけど、メモとかは、まあ、取らないですね。もう話の流れだけ聞いて、何億とかあったらそれだけバーって書いて、で蓄実訳とスピーカーを止めるのも結構技術だったりするんですよ。まあ、打ち合わせある場合はいいんですけども、ない場合はスピーカーをいかに違和感なく止めるかっていうのも技術なので、まあ、そういう試験ではないです、通訳はないしは。でプレゼンテーションは、まあ、さっき先生もおっしゃってた通り、トピックはすぐ決めてください。で30秒間で当てはまるパターンを選択する。で各つ結びつけを考える。で後半はもう決まってて、散々練習してるから、後半は例えばメモ用紙があったら、まず一番上にファクツと結びつけを上から書いていって、3番目はもう買い物パターンにしようとか、私だったら買い物ってなんか書いてましたね。デパ地下なんとか試食できる、いろんなところにある、試食できるいろんな人がいる、ちょっとスーパーよりは値が張るでも美味しい買い物みたいな感じ で買い物のその意味するところは、なんか突然銀座とか秋葉原に飛ぶっていう意味なんですけど、はい、だからそういう風にメモを取ればいいと思います。なのでパターン化してるとメモをする量も少ないと思いませんか。後半部分がもう決まってるから、そういう意味で楽なのかなと思うんですけどね。で直前期の過ごし方は、自分の場合、これ見ていただければ分かるんですけども、普通のことやってます。パターンの作成と蓄実訳の練習、あと300線のシャドーイングをやる、本格必勝原則、先ほどあった通り、それを毎日見て脳にすり込む、そういったことやってますね。で細かいトピックは、今日ちょっと持ってきたんですけど、こういう本で見てました。こういう、でもこれなんかね、その300線覚えなきゃと思ってる人はこれ全部覚えなきゃいけないって思うかもしれないんですけど、そうじゃなくて、なんかファクツを作る時の材料になるかなとか、そういう感じで見てましたね。そんなに暗記をしようというふうには見てなかったですね。はい、で
前日までに必ずやるのは全身鏡と当日の服装で通訳とプレゼン演習をしてください。会場の下見、私も昭和女子大学に1週間前に来ました。で、持ち物チェック、前も言いましたけども、飲み物は買っといた方がいいので、前日もしくは行く途中に必ず買うようにしてください。もう受付しちゃうと、もう出れないです。トイレ行くの、トイレ洗いに行くのも、集まってくださいってそのグループで行って、でも試験が付き添われて教室に帰ってくるような感じなので、あと飲み物も買えなくてその喉乾いちゃったっていう人がいらっしゃるので持ってきてください。で、試験どうしても毎日が辛いですっていうお声もいただくんですけど、合格のお守りって伊藤誠弁護士の本があるんですけど、これ本当に私はいい本だと思っていて、結構司法試験とか長期間勉強する人用の本かなと最初思ってたんですけど、本当に試験受ける前に受けるメッセージとか、試験受けた後に聞くメッセージとかもすごいいいんですよ。試験行く前だってやってないことを後悔しないでくださいとか、自分だけを輝かせる自信だけは持っていないといけない、これって通訳案内士試験にいいと思いませんか。自分だけを輝かせる自信で支えてくれた人も皆さんたくさんいらっしゃると思うので、そういった方にありがとうと言って自信を持っていきましょうっていう、そういうメッセージがあったりとかします。で、試験後も結構皆さんもやもやして帰ってきて、私もそうだって、もう絶対打ったわみたいな感じで思っていて、もやもやして小山先生のお家に試験終わったら皆さん行ってなんか打ち上げみたいなのやってたんですよ、去年は。で、その時にみんななんか、いやどうなのかねとか、忍者ってさみたいな感じで、なんかすごいなんかもうモヤモヤしてちょっと使えないみたいになって、試験発表までもう2ヶ月あるじゃないですか。だからそこまでもうすごいなんか精神的に辛いっていう、なんでそんな待たせるんだっていうのもあるんですけど、そういう試験ですので、そういった時に試験後に聞くメッセージとかにもまたあって、また新しい毎日を歩み出せるようなメッセージがあるので、もしよろしければ見ていただければいいかなと思います。CD と文字量、本に CD ついてる感じで、CD 聞かなくてもいいんですけど、文字でもいいので、すごい私は辛い時はよく見ています。で、最後は、試験日が皆様にとって最高の一日になっていただきたいので、本当に力を出し切っていただきたいと思います。で、私はいつも試験は一応資格の勉強は今も他の資格なんですけどやっていて、でやっぱり一番後悔しない方法、模擬試験模擬面接どうしようって困ってらっしゃる方いらっしゃいましたけど、模擬面接を受けずに受けて、それで不合格になっちゃったら自分はどう思うのかなって、模擬面接受けたけどダメだったかと思うのか、模擬面接受けなかったからもしかしたらダメだったのかって、もうそれで分かりませんよね。だから極限まで勉強しないと自分の勉強法が合ってたかって分かんないんですよ。だからできる限りのこと、絶対に無理なこととかもあると思うんですけど、極限まで勉強してくださいっていうか、その方が後悔しないと思うし、はい、なのでこれことにおいて後悔せずっていう、なんか偉そうなこと言いましたけども、私は絶対後悔しないようにいつも勉強しているので、はい、強くはないし、あと少しですけど、はい、後悔しないように出し切っていただければなと思います。その中でね、パタンクがちょっと役に立てば幸いです。で、これ できなかったら落ちたじゃないかという苦情とかはちょっと受け付けないんで、すみません、私は受かりましたので一応実績はあるということで、両方2人ともちゃんと受かってるので実績はあると思うので、参考にしていただければいいかと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました。もう一度大きな拍手を。今のご説明でパターン対処法の、外観はですね、ご理解いただけたと思いますけれども、ここで皆さんの課題は、じゃあ自分はその結びつけの部分は
どういう結びつけの話す材料があるのかなということと、それからあとは締めのあの部分で、北川さんは、何が出てるのか、東京オリンピックという締めを使っていらっしゃったわけですけども、ここもあの北川さんのお話の中にありましたけども、ご自分がやはり話しやすい内容、それから今いくつかのパターンを、紹介をしていただきましたので、皆さんの、頭の中にもうすでに、自分ならばデパートに行くというところはこういう結びつけができるかな、コンビニに行くところはこういうところかなとか、下田温泉は、下田は行ったことないけど箱根は何回も行ってるから無理やり箱根に行ってしまおうとか、そういうあのいくつかのすでにもう発想があると思います。ですから、この10個のパターンについてですね、それぞれご自分の、体験をもとにして、この結びつけの部分をもう今日すぐお帰りになってから、帰りの電車の中からでもちょっともう考え始めていただきたいと思います。で、もうあと2週間しかないので、僕だったらまず結びつけと締め、もし一体化できればいいかななんていうのをちょっとさっきお聞きしてて考えたんですけども、でそれで、まず一つ何が出ても結びつけはこれにいくと、何が出ても締めはこれっていうと、結びつけと締めがもう一本にしてしまうと省エネかなと、まずそこを練習すると、いろんなものが出てきてもこれに結びつけてこの締めでいくという、まず一系列、そしてその一本が自分なりにある程度完成できたなと思ったら、二本目のその結びつけ、バリエーションです。これを考えると。で、締めは1本でもいいし、2本でもいいし、余裕のある方は2本、3本でも4本でもいいと思いますけども、あまりこう飛んでしまうと逆にこのパターン対処法から逆に離れていくということにもなります。だこのパターン対処法の優れた点というのは、この結びつけと締めの部分を収束していくっていう言葉をね、北川さんなんかも使ってらっしゃったんですが、つまり収束させておいてそれで終わりにしてしまう、そして試験官があれれと思ううちに終わってしまうと、この辺がポイントですよね。ですからこの大変こう示唆に富んだこのパターン対処法について、今のようなまた観点からあとご自分なりに咀嚼をしていただいて、ご自分なりの結びつけと、締めを、早速考えてやっていただけたらいいのかなと、こんなふうに思います。